番外編ですけど、東京インターの深夜またぎ、0時またぎって聞いたことありますかね。トラック乗りの間ではもう名物なんですけど、高速道路はね、深夜0時を過ぎないとね、料金が安くならないんですね。深夜割引っていうのがあって、で東京インターにはゲートがあるんですけど、そこをね11時58分までにくぐってしまうと、深夜割引が適用されません。で11時59分、本当は12時なんですけど、なぜか1分余裕を持たせてありまして、それで11時59分を過ぎてゲートをくぐることをみんなね目指して走るんですね。で現在の場所が、これ、東京青葉になるかな、もうそろそろ。で東京川崎まで3キロ、今11時57分です。ここからゲートをくぐっていこうと思います。はい、もうトラックがねものすごい密度になっておりますが、今11時58分です。東京ゲートまであと 3.1 キロ、もう時間は十分にオーバーしてるんですけど、でも流れなくなってきてますね、車がね。もう車が多すぎてゆっくり走ってるわけではありません。もう12時ね、もう楽勝で超えるペースで走ってるんですけど、これはねもうちょっと後にここに来るともう渋滞してます。結構時間をね緻密に、計算して走ってこないとガチャガチャに渋滞するんですね。東京ゲートまで 2.3 キロ、今11時59分になりました。11時59分になったので、もうゲートを通過しても深夜割引が適用されることになります。今日はねこのままね、東京ゲートをくぐって、3号渋谷線を通りまして、3号渋谷線からね大橋ジャンクション、大橋ジャンクションからね、首都高第二環状に入って、首都高第二環状からね、常磐道の方までね一気に抜けようと思います。ああ渋滞が始まりました。渋滞が始まりましたね。ガチガチだ。12時までくぐんないやつがいるからこうなるんだよな。11時59分くぐって大丈夫。今12時になりました。ゲートまで1キロ、1キロの渋滞ですね。止まっちゃうよ。もう1分早く走ってないといけなかったな。
来ました。今日は、徳島県から、明石海峡橋から止まってたんで岡山周り、東京インターまで 14,080 円、深夜割引3割引で 14,080 円。でちなみにトラックはね、トラック協会に加入してるとね、プレート割っていうのがあって、この値段からさらに4割引になります。だから賞味の値段はいくらだ、8400円ぐらいか。徳島県からだいたい橋代を除いて8400円ぐらいで来る計算なんですよね。はい、ゲートをまたいでみんな全力疾走ですね。ここはもう流れには逆らえないので私もリミッターが当たってます。左車線に戻りたくても戻れねえ。このあとね、左車線に戻るとまたちょっと弊害があるんですけど、ね、このまま右で行きたいと思います。車線にいると首都高に入れないんですね。はい、今玉川を通過中ですね。ここからグラウンド見えるんだけど、今4なんで真っ暗です。ゲート12時1分に通過しましたんで、まだ流れてますけどね、もう一気にガチャッとトラックが来るんでね、大渋滞になります。
間に追突事故なんかしたら大貧縮です。完全に麻痺します。3人のRが上がってきてたな。
行くかな。聖地ですか、渋谷を通過しますね。で渋谷のね、駅前のロータリーもね、ちゃんと首都高から見えます。ちょっと今日はね、固定カメラなんで見ることができませんけど、今ここね、左手が渋谷の駅前のロータリーになりますね。渋谷駅、JR 渋谷駅のロータリーが見えてます。駅のホームも見えてますね、右側。全体的に速いですね。まあ大きな声では言えませんが、絶対出ちゃいけないスピード出てるようなトラックも九州の車はよく見かけます。正面に森ビルが見えておりますね。何だったっけ、忘れちゃった。一時話題になってましたけどね。今日はね、医薬品じゃなくて飲料を積んでるんで、別に飛ばしてもいいんですけどね。崩れない荷物なんでね。これ以上飛ばして捕まんのも嫌なんだ。で制限速度プラスちょいぐらいで走って
C1 に入りました。 C1 はね、あんま好きな道じゃないんですけどね、空いてたら早いんですよね。右に入り口があったり、左に入り口があったり、右に出口があったり、左に出口があったり、道路の真ん中にいきなり欄干が来たりとか、とてつもなく無節操な道です。あとカーブがすごく多いんでね、まあルーレット族っていうのもね、一時話題になりましたけど、まあ、気持ちはわかります。これね、スポーツカーで攻めたら絶対面白いです、この道ね。もう右出口ですね、ここね。もう本当にね、慣れない人がね、うろうろ右行ったり左行ったりうろうろするね、非常に厄介な道です。あら、ルーレット族だな、間違いないな。
橋ジャンクションですね。とにかくジャンクションは多いです。慣れない人は、次から次へとジャンクションが来るので、パニックります。まあ、慣れてるとね、もうね、何も思わないんですけど、カーナビ入れてるんですけどね、これね、道が分かんないから入れてるんじゃなくて、まあ、目安、時間の目安とかが欲しいんです。到着時間がね、何時ぐらいになるのかとかね、あと何キロぐらいなのかとか、そういう目安が欲しいんでね。今到着時間がね、深夜1時15分って出てるのか、あと、47分ぐらいで目的地に到着する、計算になってるんですよね。まあそんな感じでね、何時間寝れるなとか、まあ、そんなことを考えながらまあ走るんですね。それでまあカーナビを入力して、まあ、入力しなくても大体の時間は掴んでるんですけど、より正確に距離とかが出るんで、好んで使ってますね。まあ慣れてるとこ本当にしょっちゅう行くようなとこだと入れることもないですけど、
今日向かってるのはちょっとあんまり行かない、年に2回ぐらいしか行かないところ。ね、橋が綺麗にライトアップされてますね。華やかな街ですね、東京は。今スカイツリーのね、真横を通っております。結構近くに見えますよ、ここからね、動じませんけどね。で、乗用車だったら見えないかな、もしかしたら。トラックはね、背が高いんで、防音壁のね、向こう側もしっかり見えるんで、乗用車だったらもうほとんど見えないのかな、これは。この辺でもちょっと中途半端ですけども、この辺で終わりにしておきます。まあ深夜0時またぎの東京ゲートから、東京都心をね抜けて、向島線までね走ってきましたけど、まあこんな感じで、ここから先はねもうねそこまでねたくさんジャンクションあります。今堀切ジャンクションまで、まあ、1キロになってますけどね、そんなにたくさんジャンクションがないんでね、面白くないんでこの辺で終わると思います。はい、普段はね、写真カメラ、フィルムカメラ、フィルム写真のね、特化した動画をやっておりますので、もしよろしければね、チャンネル登録お願いします。で、高評価、コメントとかもねありましたらよろしくお願いします。それではまた。